キリンビバレッジは10月7日、キリン午後の紅茶のコンセプトショップ、ミルクブラックレモン by 午後の紅茶を東京代官山にオープンしました。ミルクブラックレモン by 午後の紅茶は、紅茶で上質な休息をテーマにしたコンセプトショップで、リラックス、ハッピー、リフレッシュという3つの気分に合わせて異なる茶葉を楽しむことができます。リラックスではバラのような華やかな香りが特徴のリンブラ茶葉、ハッピーはコクのある柔らかな香りが特徴のキャンディー茶葉、リフレッシュではフルーティーで爽やかな香りが特徴のヌワラエリア茶葉を使用し、ユニークなアレンジティーをホット、アイス合わせて15種類用意しています。フードはヨーロッパで食べ合わせているチーズフードを中心に、とろけるチーズトーストのほか、季節の野菜を使ったキッシュ、4種類の手作りチーズケーキなど11種類。1メニューあたり200円から550円と手頃な値段で、紅茶との最適なペアリングを提案するセットも提供します。昨年ちょうど30周年を迎えまして、紅茶飲料としては初めてになるんですけれども、5000万ケース、を突破していると、フルーツを漬け込んで実際にこの店内で作っている、ティーですとか、多様な紅茶、いろんな楽しみ方の他に、実はこんなフードと合わせると実はすごく美味しかったみたいな、あの意外性のある美味しさっていうことを楽しんでいただけますと幸いでございます。発表会には午後の紅茶イメージキャラクターを務める宮崎葵さんが登場し、紅茶とチーズという日本ではまだ馴染みの薄い組み合わせに驚きつつ、レモンティーをそのまま炭酸に仕立てたというバブリーレモンにも興味津々でした。メニューを見ていても楽しくなる、ワクワクするような時間も過ごせると思いますし、何度も足を運んでいただけたらその分知識も増えて何度も来たくなるようなカフェだと思いますので、ぜひ多くの方に来ていただけたらいいなと思います。